とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強防具ランキングやっていきましょう。アップデートで修正などが来ましたけども、それも踏まえてトップ5を発表していきます。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最強防具ランキングやっていきましょう。それでは最強防具ランキングトップ5第5位からいきましょう。第5位はこの防具です。勇者のアーマー、そして英雄のアーマーですね。どっちでもいいと思います。英雄のアーマーはこのスキルにプラスでポーションの効果が周りに行くっていうやつですね。なので別にどっちでもいいかと思います。この勇者のアーマーの強さっていうのが、ポーションのクールダウンマイナス 40%。 これだね。カッチカチになれる。高難易度、まあ、特にデイリーレベル3とかになってくるとワンパンされることも珍しくないんですよ。なのでそういった敵に対してポーションバリアがすごく役に立つ。で、ポーションバリアをずっと入れるためには、このね、ポーションのクールダウンマイナス 40%、 これが絶対に必要になります。で、これを使うにあたってはもちろん武器にリフレッシュを入れとかないといけません。まあ、それがセットということになりますね。うん。で、おすすめのエンチャント、まあいろいろあるんですけども、この防具はポーションバリアは絶対です。ポーションバリアは絶対入れるようにしてください。そして他のおすすめは変更、そしてクールダウン、雪玉にマルチロールなんかも、おすすめですね。防護なんかも悪くないと思います。はい。まあ入手しやすくって、ポーションバリアもなかなかつきやすい防具だと思いますので、おすすめです。第5位は勇者のアーマー、そして英雄のアーマーです。それでは最強防具トップ5第4位いきましょう。第4位の防具はこれですね。ウィザーのアーマーです。ウィザーのアーマー何が強いかっていうと、スキル HP を 6% 吸収するオーラ、このスキルがとにかく強い。回復スキルって、武器とかで輝き、吸収、流れ込む魂などいろいろあるんですけども、最強の回復スキルは間違いなくこれ、 HP を 6% 吸収するオーラだね。まあこれをつけておけば武器なんかに回復スキルを、つけることがいらなくなるので、全部ね、攻撃系に振ることができます。もう最強の攻撃力を持った武器を作ることができるので、この防具おすすめです。で、ウィザーのアーマーにつけてほしいエンチャントなんだけども、まあポーションバリアっていうのは絶対欲しいよね。いくら HP を吸収するにしても、ポーションバリアがないとちょっと耐えれないっていうワンパンしてくるようなやつ、それにはねこれ必要なんだよね。そして変更、クールダウン、雪玉、マルチロール、まあ、さっき言ったのと全く一緒なんだけども、まあ、防具につけるエンチャントっていうのは大体ね優秀なの決まってるので、それを狙ってやってみてください。まあ、とにかくポーションバリアと変更なんかはめちゃくちゃ使えるやつなんで、おすすめです。あとクールダウンもね。はい。第4位、ウィザーのアーマーですね。では次に行きましょう。最強防具ランキング第3位。第3位はこの防具です。スパイダーアーマーだね。いつの間にかスパイダーアーマーっていう名前になってた。昔は雲の防具っていう名前だったんだよね。まあまあどうでもいいか。で、この防具の強いところ、それウィザーのアーマーと一緒で HP を
6% 吸収するオーラ、これがついてるからですね。で、なぜウィザーが下でこれが上なのかっていうと、俺はね、この近接攻撃の速度 25% アップ、これが大好きです。めちゃくちゃ好き。これ効果がない装備もあるのよ。攻撃速度がめちゃくちゃ速い武器には、効果がないんだけども、遅めのやつ、体験とか怒りとかそういうのには、この 25% アップすると全然違うから、うん、もう HP 吸収にそれがね、もう明確に発揮されるので、絶対的にこのスパイダーアーマーはおすすめしたい防具です。一つは絶対持っててね、うん、これを持ってると本当に武器の攻撃力が全然上がる、武器の回復スキルがいらなくなるんでね、全然上がるのでおすすめです。で、おすすめエンチャントなんだけども、まあ先ほど言ったのと一緒です。変更、そしてポーションバリア、クールダウン、雪玉、マルチロール、まあそのあたりが間違いないスキルだと思いますよ。第3位はスパイダーアーマーです。それでは最強防具ランキングトップ5、第2位に来ましたね。第2位の防具はこれです。輝くローブだね。これについてるスキル全部優秀、全部いいね。アーティファクトのダメージ 50% アップ、そしてクールダウンマイナス 40%、 近接武器のダメージ 30% アップ、これもいい。もうすべてがいいのよ。いろんな使い道がある。で、その中で一番いいのがアーティファクトのダメージ 50% アップ、これがいいのよ。なぜかって、今一番強いビルドっておそらくカバンなのよ。影カバンが間違いなく一番強い。もうあれじゃないとクリアできない場所っていうのがあるので、もう絶対的にね、このアーティファクトのダメージ 50% アップが効いてくるんですよ。まあね、他の装備で稲妻フォーカスを入れとくだけでもまあいいんだよ。カバンビルドはそれでも、全然大丈夫。でもこのね、アーティファクトのダメージ 50% アップがつくと全然違うから、ダメージがもう跳ね上がるんで、もうおすすめです。で、これにはさらにクールダウンがついてるので、もうカバンビルドにはもうもってこいじゃない、もってこいの装備だよ。で、これのエンチャント、これはね、稲妻フォーカス、そしてね、クールダウン、もうこれだけでいい、これだけでいい。うん、クールダウンがね複数個ついてればまあ一番いいんだけども、選別が難しいよね。まあ、とにかくクールダウンが一つと稲妻フォーカスが一つ、これがついてるともう間違いなく採用でいいです。うん、まあこれにね、贅沢を言えばクールダウンが3つ、もしくはクールダウン2つにポーションバリアとか、もう最高だね。最高。それ絶対欲しいやつです。まあまあ、輝くローブ、絶対使えるので、おすすめです。第2位、輝くローブ、です。では、最強防具トップ5、第1位、いきましょう。第1位、これですね。ミステリーアーマーです。だよねって思われる方多いと思います。ミステリーアーマーですね。ただこれはね、選別するのがめちゃくちゃ難しい。初心者の方はちょっとわからないかもしれないんですけども、ミステリーアーマーってスキルが2つランダムでつく防具なんですよ。なので他の防具でいいところを2つつけることっていうのができるんだよね。今までにない防具が誕生する、自分のね好きな防具っていうのが誕生する確率がある。だけどもこれはね、つかないんだよ。なかなかつかない。まあ、考え出すといろんなね組み合わせがあるよね。 HP6% 吸収とポーションのクールダウンとか、あとね、アーティファクト 50% アップの、クールダウンとか、
ポーションクールダウンとかね、いろいろある。うん、バーストボーストリングをね、やたら使っていくなら、テレポートとか、そういうのを入れるっていうのもあり。だけども、つかないんだ。難しいんだ。まあ、もしもね、そっちに、いいやつが2つついたとしても、エンチャントがダメダメだったら、それでダメだからね。まあ、他の防具よりも、もう選別の難易度がめちゃくちゃ高い。でも、最高のやつがつけば、マジで最強になる防具。それがこの、ミステリーアーマー、第1位ですね。それでは、最強防具ランキング、いかがだったでしょうか。最強武器ランキング、弓ランキングなどもやっております。そっちもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。